エーペックスレジェンズソロモードやっていきたいと思います。ドンピシャカットへその穴です。先日エーペックスレジェンズにてエーペックスソロモードが期間限定で追加されました。それに伴い三人称ドンピシャ違う鉄塔によるソロモードが動画で公開されました。私も見させていただきました。結果は2位です。実に不甲斐ない。2位というのはもうビリみたいなもので、三人称のメンバーたるものやはり1位がふさわしい。1位を取っていただかないと困ります。そこで立ち上がったのがドンピシャことへその穴です。どうぞよろしく。このしゃべりのまま行くのはもう限界なので、どこかで切り替えたいなと思っているんですけれども、どこでしょう。ちなみに前回のへその穴の順位は45位です。さあやっていきましょう。エーペックスレジェンズソロモード。エーペックスレジェンズのソロモードをまあ数回やった感想というか感想、円が縮まるの早いね。そしてパスワインダーめっちゃいるね。今回使うのはねコースティックでもいいんですが、オクターンを使います。ガスオ大先生はね、いや強いと思うんですけれども、まあ鉄塔さんも使ってたし、俺はオクタンを使おうかな。2番目に使ってるであろうオクタンを、そしてツイッチプライム会員限定のスキンをつけて今回遊んでいくよ。パスファインダー多いんだよねやっぱり。いや強いと思うもの。ガスおじさんもね いいんだけどね、かなり守りを持ってるってのは強いと思うんだけどね。ガスかぶりした時にちょっと打ち合い重視になっちゃうけどね。さあどこにいようかな。これはでもマイフェイバリットスペースに行くとす。ちょっと遅かったかな。いやでもここはあまり敵も来ず、なかなかいいアイテムもあり、そしてどこへも行きやすいと思っております。それがマイフェイバリットスペース。はい、敵もほら来ないでしょ。来ないのよ。でもこれ俺がこう行っちゃったことによってここがもう穴場じゃなくなるんだけどね。カバンいいですよ。カバンとボデアマ、あーこれはね、いやショットガンがやはりなんだかんだ強いなと思っていて、頭に当てれればまあ減るじゃないですか。当てれるんですよ渡す。これ砂とショットガンの方がいいかな。ちょっと どうした方がいいかな。でもね砂でボコンボコン打ってると結局その銃声の方に敵がムラムラさんなんですよ。だからねちょっと微妙よね。もう近づいててなんだんって倒してった方がなんとなくいいんじゃねえかなと個人的には思います。なんかいっぱいアイテムを取ってるけど、ターボチャージ、あこれいらないね。でも今んとこうまいこと、敵はいまへんので、まあ、ライトアーマーこんなもんしか持ってないでしょ多分。あもうまだ持ってたわ。あいいねストック、あまだ持ってるわ。結構持ってたね。とりあえずこれだな。とりあえずこれで、あとはカバンがあればいいでしょうという感じ。これは円に先に行った方がいいのかな。
どうなんですかね。ちょっとでもうもう一段階やっぱりアーマーを紫がいいじゃないですか。あ、いるね。これやるね。これは私がやるね。待って、ここも一応見て。あ、これ大事。この辺もいらないでしょ。これだ。あ、これ大事だが、あ、うん、こうしよう。上は？なるほど。この先にいるんでしょ。あ、どこだろう。そこかな。いやでも円の外なんでね、行く必要ねえな。ちょっとだけここ見て円の方向かいますか。いないよね。あ、なんかデスボックスっぽいのが見えたな。でもそことか開いてない。いや、ここ開いてるわ。あ、ここドアなし？いや、そんなことねえよな。ドアあるよな。ああ、いたね。いたんだな。やめとこう。さようなら。違うとこ見まーす。俺っち違うとこ見まーす。てか何気あれか、放送とかでも俺の画面って見せてなかったよね。初、世界初。どうぞよろしく。ちょっとやっぱ緊張するね。見られてんだなと思うと。今は見られてないんだけどさ、未来のことを考えると緊張するね。あ、この辺空いてる。なんか余りもんない？カバン余ってねえよな。こんなに結構大胆に走ってていいんでしょうか。あ、あっちですね。いやでもこれ絶対銃声の方に行くでしょ。みんな魚振りたいから、魚振りたくてしょうがないから。みんな、俺も魚振りたいもん。なんつったって。これはなんかいそうな気配がする。せめて先行っちゃ欲しいんですけどね。テルミット2個持って先っちょ、ダサ棒のやつでいいからさ。ダサ棒のやつでいいから欲しいな。ねえか。ねえですか。ねえかな。あー、ねえな。ストックはあるけどね。あ、あー違う、この先っちょじゃない。ないね。なんかちょっと気配がある気がしますよ。気のせいですか。26位残り、26位っていうか26人。違うね。今んとこはいないが、もう急いでいっちゃう。ノロノロ走ってるよりはいいだろう、いいだろう。そろそろ敵に出会いたいね。今んとこ見せ場ゼロだよ。見せ場を作りたいね。このままなんか4部隊とかまで行きたくねえな。え？とりあえずこっち側も、あ、もう見られてるじゃん。全部見られてるね、これ。おっと、ここ誰か来るね。このままだとね、多分ね、向こう側から来るね。あ、っていうかいない。あぶねえ。あれだ、これはこっち使おうか。よし。びっくりした。あ、これあれか、ボディ。あー、いい。天才ディスラプター弾持ってるのか。迷うな、これ迷いますね。てか縁来てるこれ。あ、ちょっと投げ物一旦捨てよ。デジスレとアモ、オルタネータも、ちょっとやばいわ。ダメだ。いや、俺はディスラプター弾には頼りまへん。シールドセルこんなに持ってんだったらあれだな、バッテリーか。セルを捨てて投げ物持っとけばよかったな。まあいいや、体力は回復するでしょう。危なかった。ちょっとどっちで打つべきか迷っちゃったよ。でもこれで残り1分、リングはすぐそこだ。見せ場の一つが作れたかな。
大した見せ場じゃなかったけどね。ふむ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 、いやそこ行きたくねー。ちょっと外側行きます僕。そのなんか開くするところは苦い思い出がいっぱいあるよ。一気に狭くなる。ちょっとこのさ、あ待て、いない、あれやりたいね。危ない。倒せるよ。どこ行った？そっちか。惜しいね。こっちか？おい、オッケー。よし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 。ボディアマーもろて。ああシールドなんちゃらももろて、アークスターも欲しいな。ここでもそうだね、これを捨てる勇気で、よしいいでしょう。よしと、いい感じ、いい感じすぎて怖え、いい感じすぎて怖えずら。ちょっとどうしよう、ドキドキしてきちゃった。なんかそこそこいい順位に、あ鉄塔さんじゃないけど順位に入りました。もういいかもしれない、実質勝ち。あでも自分で2位はビリって言っちゃったんだ、やばい。撤回します、全言撤回。2位はすごい、リングはすぐそこだ。いますよ、これやるしかねえ。やります僕。爆発するぞ。来るか、どうかな。この人降りなきゃいけないだろうからちょっとここで待つわ。そして後ろから背中を穴だらけに、あもう全然言えない、穴だらけにするね。そんなプランにします。怖っ。怖っ。動くでしょ、動くよね。あ、なるほど、逃がさんぞ。あぶねえ。もう起き上がることはないな。ちょうだい、よし、これだけでいい。うう、危なかった。こっからもう逃げよう。残り7人。あ、これあれだ、奥さんでなんかチャレンジがあるやつだ。やべ、来てる。リング内だ、最高。来てるな。オーケー。来たこれ、これは俺が新しいキルリーダーか。いい感じ、いい感じです。鉄塔さん、代わりに俺がチャンピオンになります。残り5人じゃろ、いけるいける、これはいけるだろう、いける気がしてきた。ちょっとチャレンジなんてしてらんない。いやでもここやばい、ここやばいな、ここやだわ。なんか この上の方がいいのかな。もうリング内だ。ちょっと待って、体力回復しよう。体力全然見えてなかった俺、やば。弾もうちょっと取っとけばよかったかな。あ、いた、皆さんここにいましたよ今。
ですよ。ちょっとこのすごい微妙なとこにいるね。ここじゃんっていうかここじゃん。この坂階段の裏。あやばいやばいやばい。やってる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 。ちょこっちだけ見とくわ。わ、バインした。残り4人、バインしてる。円が縮まってどうなる。バカゾンで聞こえねえ。お、これは俺に向けてるやつ。これは俺に向けてるやつ。違うよね。流れたやつだよね。これいけんじゃねえか。マジでこれマジであるぞ。3人ラウンド6、リングのカウントダウンが始動。ここだな。リング閉鎖まで残り3秒。ドキドキする。めっちゃドキドキする。この反対側にいない。何もできないと思うのは嫌だよ。上だなこれ。上、いやいや、わからん。もうわからん。あ、影が。そこか。いた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 。うわーうわーやだー。銃を切り替えられなかった。うわー、もうどうしたらいいか分かんなかった。かー、最後の最後に、なんてことだ。もうちょっと待ってればよかったのかな。結局投げ物も投げなかったし、ショットガンも使ってないし、なんだよ。ビリだ。2位はビリなんだよ。悔しいな。ショットガンに切り替えなさいよ。そして投げ物投げなさいよ。ちゃんと投げてたらさ、もう全然か。もう投げればよかった。もうダメだ。おしまいだ。なんだよ。終わりました、私のアイペックスソロモード。悔しい。これは悔しい。これは悔しいぞ。そうですか。まあ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 、でも、いい結果に終わったんじゃないでしょうか。まあまあそうですね。うん、いや本当はチャンピオンが、マジでチャンピオンが良かったよ。うんうん、そうですか、わかりました。そんな感じで今回はね、終わろうかなと思います。いや、ソロモード結構面白いんじゃないかな。うん。なんか気軽にできる感はあるね。まあ、もともとコールオブデューティーの時とかも、フリーフォール好きだったから、まあ、ちょっとフリーフォールと違うけどね。生き残んなきゃいけないから、結局。何キルキルしようがあんま関係ないけどね。なので、まあ、楽しめたのでよかったかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。